今日はスノーマンの宮舘涼太についてジャーニーさんが話すみたい。私は越谷に行ってくるけどね。バイバイ。ちょ待てよ。ちょっとユウたちに話を聞いてほしいんだけど。いいよ。スノーマンで意外に人気がある宮舘いるでしょ。意外だよね。その宮舘が英文情報雑誌アイアイの表紙に選ばれてしまったわね。名誉あることじゃないの？あの雑誌に選ばれた芸能人は3年以内に芸能界からいなくなるのよ。そんなジンクスあるの？ジンクスというより何かしらの力が働くのよ。じゃあ佐久間も向井も消えるの？いや、あの二人は大丈夫よ。何か条件があるの？お尻にほくろが3つ以上あるのが条件なの。宮舘のケツ見たの？それとこの2年以内に性病にかかったというのも条件ね。宮舘は全てクリアしちゃってるんだよね。残念ながら。宮舘が3年以内に消えるのは寂しいけど運命なんだね。宮舘のほくろと性病は風俗嬢からのタレコミで発覚したんだよ。それにしてもけうな風俗嬢もいるもんだね。ちなみに雑誌のアイアイは猿って意味なの。猿舘くんお疲れ様。Thank you.